ナスクリプットとは、モジラ・ファイアーフォックスをはじめとするモジラ系ブラウザで利用可能な拡張機能。GNU、GPL の下で公開されており、トアブラウザーやテールズにも標準で組み込まれている。作者は、ジョルジョ・マオネ。ナスクリプットは、非常に人気のある拡張機能で、モジラ・アドオンズでは常に上位で表示され、日本語をはじめとした複数の言語にも対応しており、 英語圏ではたびたびメディアにも取り上げられている。ホワイトリスト方式で JavaScript、さらにはデフォルトでブロック不可能な Java や Flash、Windows メディアプレイヤーなど、プラグインを使った埋め込みオブジェクトなどのコンテンツをブロックし、ユーザーの許可なく実行できないようにするものである。2006年には PC ワールド2006のワールドクラス賞を受賞しているが、この際、 ホワイトリスト方式なので、ユーザーは、毎回わざわざアドレスを、ホワイトリストに追加しなければならないという指摘や、機密データを送信しないのであれば、ナスクリプトを使う意味は、ほとんどないなどといった意見も出ている。また、ベルダーズセキュリティフォレムズにて行われたマオネと、アドブロックプラスの共同制作者、ベラデミール・パラントの議論にて、ウェブページに、 XSS 脆弱性があれば意味がないとの指摘を受けたため2007年5月頃より XSS プロテクションと呼ばれる機能を実装するようになっている。しかしこの機能追加によってマシンへの負荷が増大するようになった部分もある。なお、本拡張機能とは逆のブラックリスト方式による j e s クリプトや Google Chrome 系ブラウザでも使用可能な スクリプジーフという拡張機能も存在する。ありがとうございます。